8月18日日曜日、時刻は12時を回りました。東北ワクワク情報局の始まりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今日はね、いつもとちょっと装いが違う感じで ね夏ですよ。やってますけども、うん、はい、そして新たなディレクターを迎えて。新たなディレクターなんですか。ゲストさんでと伺ってます。初めましてでもないけどね。そうです、まあ、そこは意外に。はい、なんだか太陽バタンが出ない。そう、今俺この V を見て気づいたの、うんうん、後ろに何かあるって思って。いや、今気づいたの、今気づいたの、青だからね、画面を見て。あれ、でもこれすごい華やかでいいと思うんですけど、いいす、ね、毎回ねやったらいいと思います。これそして我々もね、今日はちょっと夏の入れたちでね、夏らしくね、はい、やっておりますので、ね、はい、ぜひとも皆さんも今からですね、はい、見てる方は着替えていただいて、映んないけどね、わかんないけど、ね、まあ、気持ちとしてね、気持ちとしてね、できればね、参加していただければ、同じ気持ちでやっていただければなと思います、はいはい、さあ、MC を務めますは宮城県多賀城市出身のピン芸人、あがいんちょくです。よろしくお願いします。お願いします。ほんで、私、岩手県広野町出身のリップちゃんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいはいはい。さあ、この番組は東北の6県の人を紹介する60分のトーク生番組でございます、うん、番組へのなんでこんなに噛むんだろう今日は。番組へのメッセージを受け付けております。宛先はこちらです。千住アットマーク CW.JP SENJU アットマーク CWAVE.JP まで、番組終了の1時まで受け付けております。はい、あとですね、こちらです。ツイッターアカウント、LINE アカウントございますので、フォローお願いいたします。はい、ぜひともよろしくお願いいたします。お願いします。もうね、うん、ここの局長とは思えないぐらいね、うん、今画面にめちゃくちゃ 見切れててね。完全にね、C-WAVE の局長。局長下手くそかっていうぐらい。一瞬ドアップ入る。めちゃくちゃ映ってたけどね、今ね、気にしないでくださいね。身長ありますからね。はい、まあ、お客さん入りながらのね、配信もしておりますんでね、そういうこともあるかもしれませんね。はい、さあ、なんか袖もうるせえな。袖もね、どうした、放送始まってますよ、大丈夫かな。なんかちょっとディレクター今日やべえぞ、ね、あれざわざわしてます。はい、大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。さあ、というわけでですね、はい、もう早速ですか、もうね、板ついてますんでね、今日のゲスト紹介といきましょうか、はい、今日はですね、合同会社浜から、うん、浜から、はい、わかりました。榊ひろみさん、通称りんごちゃんです。よろしくお願いします。りんごちゃん、やっと、はい、さあ、ご無沙汰してます。ウェルカムトゥーこの番組、まあまあね、我々ともどういうつながりもあるかっていうのも、ね、うん、含めまして、じゃあ簡単に自己紹介お願いします。はい、はい、青森県出身で、通称りんごと呼ばれておりまして、現在は福島県いわき市で、港町でお魚と漁師の魅力を伝えるべく活動しております榊ひろみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近はね、うん、もう大友康平のモノマネでトトリを落としてくれ、ね、別のリンゴちゃん。あ、別の、なんなら向こうの方が後なのかな、リンゴちゃんっていうぐらい前からね、リンゴちゃんなんですよね。先駆けです、リンゴの先駆けなんですよ。ちょっと青森出身だし、一回試しにちょっとやってみてくれーん。あ、やってくれるんだ。しかもそっちだった。ちょっとやってくれるんだ。ありがとうございます。公平かと思ったらそっちだったね。すいませんね。はい。そうそう、そんなリンゴちゃんでございますけどもね。青森県出身ということで、そうそうそう、前はね、ここの、局で青森の番、うん、青森のやってると思わせといて、うん、福島県のこぼし TV っていう番組の、福島の方だったんですね。はい、今住んでる福島の方の番組をやってたんですね。うんうんうん、福島県出身のリンゴちゃん。出身でもないか。出身は青森ですけどね。福島の番組のリンゴちゃん。リンゴちゃん。ちょっとなんかね、ややこしい感じになりますけどもね。うん、そのお魚と、あの、漁師の魅力を伝えるということで、リンゴちゃんが持ってきてくれた大漁バター。大漁バター引っさげて。で、リンゴちゃんなのに、漁師のお魚の方を、こう、魅力伝えるっていうね。農園じゃないんだ、みたいな。またこれも、ちょっとね、あれな感じですけども、ね、はい。なんでそうなったのかっていうね。ちょっとお話もね、伺っていきたいんですけども、はい、合同会社浜からっていうのは、これはどういった会社なんでしょうか。浜からのからに2つの意味がかけてまして、からは皆さん多分パッと浮かんだフロムなんか、からどこからがね、はいはいはい、浜からの手紙みたいなやつね、はいはい、そうそうそう、浜からいろいろなことを発信してこう変えていこうっていうフロムと、あともう一つが、あの、カラー色、あ、そうですそうです、いわき市にもいろんな浜があるんですけど、その特色を伝えていこうっていうカラーの、はい、ああ、そういうことですね、はい、お、浜のカラーを伝えるってことですか。浜のカラーを浜から伝えていくっていう、いろんなカラーが絡まってるという。なるほどね、うん、
島のいわきのあたりってな、うん、な七浜とかなんかそういう、あ、そうです、いわき七浜とかっていうね、そういう言われ方もあるから。なんで詳しいの？え、なんでだろうね。あれなんでだろうね。直さん宮城なので宮城です、うん、まあでもあの母方が実はいわきで、あ、そうなのね。僕もいわきはちょこちょこ行くんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、うん、でそこでね、浜からということで、うんうん、まあ、いろんな方たちと、ね、やってるでしょうけども、うんうん、そもそもなんで青森のりんごちゃんが福島で漁業、ね、うん、暮らすことになったのかっていう、ね、海を応援することになったかっていうのはね、はい、もう本当に震災のボランティアで最初にいわきに行ったのがきっかけだったんですけど、うん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 、そこから紆余曲折ありまして、はい、まあ、とあるきっかけで失恋をした時に私の傷を癒してくれたのが福島のいわきの海だったんです。すごい個人的なことが絡んでるんですね。なるほど、いいじゃないのよ、いろいろあるのよ女は。それはどちらの男性だったんですか？埼玉県の、埼玉だね、埼玉の男性です。じゃあ埼玉嫌い、もう戻らねえ、もう戻らねえ。なんで敵を作ろうとするの、そこで。そうね、そんなことまで聞けるとは思わなかったね。ね、いろいろありまして、はい、そうだったんですね。それがあって福島にたまたま行って、うん、癒されて、はい、うんうん、え、じゃあもう今はずっと福島に住んでる。でもそのままずっと福島で、漁業はもともと八戸出身だったんですけど、海がめちゃくちゃ近いところで育って漁師ってかっこいいと思ったので、うん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 、この魅力をどうにか伝えたいと思って、うんうん、え、なんでそもそもリンゴを名乗ったの？これはの埼玉県民のステレオタイプなんですよ、いわゆる偏見です。あ、なるほどね。埼玉行ったら青森出身、うん、あ、リンゴちゃんねっていうあだ名を、多分東京の皆さんも、うんうん、多分どこか心当たりあるかと思うんですけども、うん、宿命ですね、青森県民の。青森といえば、あ、じゃあ、うん、リンゴちゃんは特にリンゴちゃんという名前に確固たる何も、あ、そうですね、むしろ八戸なんでリンゴ取れねえぞぐらい、うん、本当にごく一部の、ごく一部の方しか、皆さん誤解しないでください。そ、ま、そんなひろみさんなんですけども、うん、はい、もうリンゴちゃんというのやめたよ。急にひろみちゃんだ、はい、リンゴちゃんね、はい、リンゴちゃんでいい、うん、ね、まあまあね、今日ちょっと持ってきてもらってるのもいろいろあるんですよね、うん、魚拓、ね、魚拓って大体こういうイメージかと思うんですけども、うん、はい、色つけると意外とすんごい綺麗なの、可愛いんですよね。なんかちょっとアートチックになりますね。これはリンゴちゃんが作った、あ、釣ったお魚、これは漁師が釣った魚をリンゴちゃんが魚拓にして、漁師が魚拓にして、じゃあ絡んでないわけだ。私はただ持ってるだけ。応援する人ですからね。私もファンの立場ですから、はい、いいですよ。ぜひカレーちゃんを、カレーちゃん持たせていただき、これね、いろいろ色が混ざってるんですよ、中央カメラで、すいません、前に見えるかな。これさ、ちょっとトートバッグになってるけど、ね、うん、これはグッズ展開とかしてる？ちょっとセリアで試作してる段階で、うんうん、あ、別にセリアまで渡さなくていいから。こういうのも今後作っていこうかなっていうことですね。そうなんです、うんうんうん、いろいろと T シャツから何から、なるほど、魚拓 T、 うんうんうん、しかもこれペンキとかじゃなくて普通の水彩の絵の具でできるらしくてね。そうなんです、子供たちでも簡単にペタペタ塗れるんで、うんうん。でもさ、魚拓 T シャツとかさ、うん、まあ、グッズとして売っててもさ、うん、魚拓って普通自分で釣ったものをさ、うん、やるでしょ。確かに、ね、他人のふんどしで見て。でも魚好きとかはさ、まあまあね、うん、そうね、いいかもしれない、可愛いから出身地の魚みたいな、意外とちょっと ね、 いいね、可愛いデザインなんで、うん、魚ってこう見ると可愛いもんね、可愛いらしいです、ね、すごく、うん、いいかもしれない、可愛い可愛い、ね、うんうん、どんどん作ってもらって、色も自由に変えられるということで、うんうん、しかも、ね、あの、私和紙でやるイメージだったんですけど、布でもこうやってできるんですね、ちゃんとね。そうなんですよね、うんうん、ちっちゃい子でもペタってやってポンポンすればすぐできちゃうので、ぜひ自由研究に今からでも遅くない。あ、じゃあ、ね、そういう体験とかもできるんですか？そうです、そういう体験を今の会社で企画して子供たちと一緒に、うんうん、なるほど、はい、いいですね、うんうん、でその後に、まあ、アフタートークとかで、うんうん、まあ、恋愛についてちょっと。そうなんです、この失恋先生が先生がしくじりりんごちゃんがしくじりりんごちゃんそういうね、はい、ありがたい話も聞けるかもしれない、はい、じゃあこれはそこの漁協の人たちの旗ということですね、はい、漁師さんの大漁旗で第二報福丸、うん、これ何、なんかこれもちょっとインクみたいなの少しついてるけども、これはの年季ですね。あ、年季なんだ。年季入った。ただ単の年季なんだね。ねじれてきちゃったのかもしれない。失礼しました。変なこと聞いてしまってね。これでも本当に使ってるやつですか？そうです。普段だいたい1月の出初め式なんかでよく、うん、はいはい、船につけて1年の大漁祈願して、あ、実際に使われたものなんですね。はい、
かっこいい。でも大漁旗もすごい安いものではないって聞いてるので、八戸はねたくさんありますけど船が、うん、すごい綺麗です。素材は何でできてるの？これこれはあんまり私が語らない方がいいかな。なるほどね、はい、わかりました。今、ね、いわきってどうなんですか、漁業は。ほら、はい、まあ、原発問題とかがあってね、うん、一時はできなかったけど、うん、今はどういう感じなの？今もちょっとずつその線量とかを確認しながら、うん、取れた魚がどこで売れるのかっていうのを少しずつ調査しながら流通してる段階なんですけど、うんうん、全く線量とかは検出されない中で、うん、どうやってこれから消費量を増やしていこうかなっていうところで格闘してます。あ、じゃあもう 大丈夫な部分はもうあると、はい、ちゃんと量ができる、うん、そうなんです。それをどう売るかっていうね、なかなか伝わらない、うん、伝えにくい、ね、一番風評ですよね、きっとね、うん、そこが敵になってくんだろうなと思うけど、やっとね、もうだって10年近く経ってるわけじゃん。8年か、うん、それでこっからスタートってね、まあ、東北の人粘り強いですけど、うん、ぜひ頑張っていただきたいですよね。我々もね協力できたら。まあでも何かしら本当、まあ、福島の原発があれしただけであっても、うん、海ってもうつながってるものだから、みんな一個だから福島がどうこうっていう問題でもなくなってきてるわけですね、うんですうん、そういうことです。じゃあ東京の方は大丈夫なのかって言われると、まあ、そうよくわかんないし、うんうん、じゃあ福島は大丈夫だったら他も大丈夫なはずだしっていうことでね、うん、別に、うんうん、まあ、そうそう、本当にちゃんと検査をして大丈夫なものであれば、うん、全然流通してもね、うん、あとはもうイメージの問題だから ね、それをどう払拭していくかですからね、うんうん、積極的に食べていくのがいいんだと思いますね、なんかね。まあね、うん、食べたい人が食べればいいしって形になってくるからね、その時もね、うん、ちなみに今は何が旬なんですか？今ですね、うん、ちょうどカツオが昨日も水揚げあったばっかりなんですけど、そうなんだ、はい、夏って初？初ガツオ、夏の終わりぐらい、あ、今か、うん、ちょうどまさに今、はい、上りガツオ、福島あたりで、ね、どうなんだろうね、うん、食べたことないかもしれない。福島ってメヒカリっていうイメージがあったから。あ、福島のメヒカリは一番美味しいって言われてて、メヒカリっていうあの深海魚なのかな、あれは目が光って、あ、ピカって光ってるメヒカリ、赤い魚、金鯉みたいな、違う、ね、サンマみたいな、イワシみたいな、なんかなんだ、ハタハタにも似た感じのなんか茶っぽいやつ、うん、ね、茶っぽいやつ、うん、美味しいんだ。白身か、そしたら唐揚げにするともうふわふわして絶品。知らないかも、メヒカリ。今メヒカリ漁は今ちょうど給料期でお休みなんですけど、9月からまたバリバリ再開。あ、じゃあもう全然取ってるんですね、うんうん、僕が行ってた頃は、うん、当時も漁がなかったんでメヒカリも、うんうん、まあ、一応メヒカリ丼みたいなの出してるんですけど、うん、それは他のメヒカリから、うんうん、他から持ってきたものっていうやつだから、もしかしたら地のものが今ではね食べられるかもしれないけどね、へえ、そういうのもあるのね。さあ、どうです、今後の展望としましては、うん、そうですね、今浜からとしてまさに私がいわき市の久野浜っていうところに住みながら、うんうん、お魚のお仕事してるんですけど、うん、そこの商業施設の空き店舗を使って今お魚広場かっこ仮を企画して出して、そこでお魚を実際に食べれる加工ができる、うん、でそこでいろんな人が集まりながらワイワイできるにぎわいの場を今まさに計画中なんです。目標はいつ頃ですか、オープン。この秋にはオープンしたくて。え、もうすぐじゃないですか。え、本当？もうカミングスンです。あ、じゃあ結構準備は淡々と進んでらっしゃる。もうバタバタと進めてましてぜひ皆さんのお力を、アイディアならなりも協力ならいただきたくて、ぜひ、うん、ホームページも何もできてないんですけども、それすらもない、はい、榊ひろみでフェイスブックで検索していただきましたら、私が必ずやお伝えしますので、ぜひ、なるほど、お知恵を解釈したいです。ぜひぜひね、魚に関するね、はい、情報なのかも。あとはね、うん、あ、なんか出た、お、お、引っ張りましょう、引っ張りましょうかね、はい、ここに主導なんです、今日は、はい、はい、あ、別段、あ、改めまして、改めて、改めて紹介することでもなかった、はい、振り返りましょう、はい、振り返りです、はい、漁業が大好きです。あ、本当に今までの経緯なんかもちゃんと、あ、そうなんです、はい、いろいろとここに実は局長も右上にちらっと映ってる一番大きい、あ、本当だ、はい、ちょいちょい見切れるんだね入ってきちゃうよね、というところで、はいはい、今現在は、はい、NPO に最初からいたんですけども、はい、そこで漁師さんと出会って、うん、はい、はい、でもう一枚あるんですかね、はい、もうこの魅力、かっこよさにもズキュンと胸打たれて、はい、でいろいろ盛り上がってきまして、はい、で、はい、綺麗だね、海。そこで去年の12月に漁師さんと一緒に会社を立ち上げまして、はい、そこでお魚を売ったり、子供たち船に乗せて漁業体験させたり、うん、これから未来を
漁師になりたいっていう若手の学生さんだったりの受け入れを行ったりしながら、いいですね、ということで、うんうん、はい、プロジェクトを始動しております。なるほど、これがね、ぜひ皆さん遊びに来てください。まだできてないけど、はい、まだできて、ね、秋を目指してということなので、加工販売釣り魚拓、しかもその場で加工もやっちゃうってことですね。そうです、そこで加工場を作って、うん、取れた魚を加工して、うんうん、で販売して食べられる場所を作りたいなと、うんうん、これもこの秋、はい、ね、秋いろんなとこから人を集めて、うん、はい、皆さん埼玉の人でも大丈夫ですかね。もう時効、もう時効優しくしてあげて、時効かそんな悪いことしたのか埼玉県民は。何かあったんでしょうね、何かあったんでしょうね、まあでももう時効ということなので大丈夫でしょう、はいはい、出来上がったらぜひとも、これはりんごちゃんのフェイスブックの方で、はい、まあ、いついつやりますよ、できましたとか、はい、そういうのも発信できるそうなので、はい、榊ひろみで検索していただければと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします、お願いします。はい、本日一人目のゲストはですね、合同会社浜からはい、榊ひろみさん、超通称りんごちゃん、急にどうした第2弾、はい、どうした、順番にやってくるね、紙表でね、じわじわと、あるある、うん、あるある、ちょっと堂々とお茶を飲みます。はい、合同会社浜からから榊ひろみさんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。で、引き続きちょっと言っていただいてね、はい、はい、ここからはですね、VTR があるということなので、うん、はい、あ、まず最初に写真をね、 D が、はい、今日は、紹介してくれます、みほ D がいるらしいのでちょっと入ってもらいましょうか。はい、みほ D どうぞ、みほちゃん、お邪魔します、はい、よろしくお願いします。おはようございます、農家のお姉ちゃん、農家スタイルでやってまいりました、農園の姉ちゃんが来ましたけども、はい、みほ D です、よろしくお願いします。何やら持ってきてくださいました、はい、おなじみの食材、おなじみの食材です。はい、本日は、うん、この放送の後に下のプエドバルで、うん、はいはい、イベントを開催させていただくことになっておりまして、今回は夏の食材ということで、うんうん、魚介、りんごちゃんがご用意してくださった魚介と、能の場という福島県の猪苗代で 農園をやっている私の高校時代の友人なんですけれども、伝統野菜というものを作っておりまして、うん、そちらのご紹介をさせていただいて、イベントで召し上がっていただきたいなと、はい、いいね、思いまして、うん、ご用意させていただきました。はい、はい、写真がありますのでよろしくお願いします。はい今日ご用意させていただいたお野菜なんですけれども、こういった見えるかな、どこに、まあ、どっからどう見てもキュウリですよね、うん、どっからどう見てもキュウリなんですけれども、うん、なんか形がちょっと違う、なんで写真と同じタイミングで切るんだよどっちかだよ、どっちかしか写せないから、ね、そういうのどっちかなのよ、そう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 、キュウリから、はい、まずキュウリからいきますか、はい、ちょっと後から説明があるんですけど、はいはいはい、くなるですみません、うん、こちらが、うん、普段皆さんが召し上がっているきゅうり、はあ、まあね、まあまあ細長い感じのね、ものなんですけれども、うんうんうん、こちらは狩猟、数をたくさん取れるように作られているきゅうりで、うんうん、はいはい、苗から渋谷さんっていって、うん、作ったものを農家さんが引き継いで売られているものからできたきゅうり、はい、で、こちらが会津の伝統野菜、見えますかね、大丈夫ですよ、大丈夫です、ちょっと太くて、はい、まあ、ずんぐりした感じですね、そうですね、うんうん、ふわふわちょっと柔らかいようなきゅうりで、味が濃いのが特徴です。うん、こちらのきゅうりを本日は ご紹介させていただきたくて、はい、取材に行ってまいりました。はい、はい、もしよろしければ、うん、試食、りんごちゃんの分の試食を用意するの忘れちゃいました。一緒食べよう、一緒食べよう、試食をしてからですね、はいはい、ちょっと生ハゲピックで、ありがとうございます。ちょっと下にあったのそのまま使っちゃったんですけど、まず細い方から先に召し上がっていただきたいんですけど、お味噌ちょっと、はい、まあ普通のね、はい、普通のきゅうり、そのまま行こう、多分食感が結構カリッとしていて、おいしい、おいしい、軽い感じ、きゅうりとか、満足しました、いつものきゅうり、もう満足しました、大丈夫です。食べてくださいよ、こっからよ、比べるのが目的だから、こっからなるほどね、じゃあこっちのね、こっちの太いきゅうり、ちょっと種が大きめに見えると思うんですけど、この種が甘みのポイントになっているので、そうなの、うんうん、あ、わかりますかね、うんうんうん、違う、うんうん、ちょっと説明したいです、はい、いつものこっちの細いキュウリって皮に向けてちょっと食感が硬くなってるんですけど、うん、ほぼ全体同じ食感です、うんうん、ね、柔らかくて、うん、種のブリブリ感もあって、私すごい好きですこれ、
ありがとうございます。キュウリ大好き。少し甘みあるね。うん。うん、すんごい甘い。農家さんたちに美味しい食べ方っていうのを聞いて、うん、あの普通のキュウリだとあんまり焼いたりとか、うん、ちょっと油と合わせて料理をすることってないんですけれども、うん、こちらの伝統野菜のよまきキュウリっていうキュウリは油とすごく相性が良くて、うん、今回はあのリンゴちゃんが送ってくださったいわきのモスソガイという貝と、うん、モスソタコと、うん、あのこのよまきキュウリを使ってアヒージョを作ってお出しすることにします。キュウリのアヒージョね。はい。珍しい、はい、で、うん、すいません、不慣れでスライドお願いします。はい、先月じゃない、今月の頭8月3日に、うん、あの猪苗代に行ってまいりました。うん、ただの夏の思い出を紹介しますでも、はい、本当に夏っぽい、あの、はい、今回私の夏の思い出を、はい、あの猪苗代湖で福島県民はあの海水浴だと思ってたところが、うん、大体湖水浴っていう、うんうん、それから福島の猪苗代って大きいんですけど、ね、次のスライドお願いします。ちゃんと波があるね、大きいから。はい、あのさっき猪苗代湖の湖畔すごく近いところで、うん、あのこういったキュウリの農園をやっていて、うん、朝の4時半に猪苗代駅に着いて、うん、そのまま土屋君の農園を回って収穫などお手伝いさせていただきました。次お願いします。結構ね、農作物って日の出前にやるからね。あ、そうですね。でこれが土屋君と農園を回っていて、ようやく朝日が上がってきたところで、うん、すごいね。これが磐梯山だったらよかったんですけど、うん、ちょっと磐梯山ではなく別のその辺の山の日。え、間に合わないみたい。いや、やめて、うん、でも綺麗綺麗、ちゃんとダイヤモンド。その山だって大切にしてる人いるんだからその辺の山って呼ばれ方すごい。神様はいるんだよ、はい、ちょっと名前がわからなかった。あ、なるほど。で、あのこの前にあるのがあのでこれも会津の伝統野菜で、うん、コリクカボチャっていう、ちょっとあの後の VTR の中で出てくるんですけど、うんうんうん、ちょっとあのぷっくり黄色いカボチャです、うん、これは秋頃に食べられるようになります。次お願いします。あら、綺麗。これが、うん、あの土屋くんが作っている野菜の原水といいますか、うんうん、あの奥にあるのが磐梯山、山から来たやつ。あ、そうなんです。あの山水からこう流れてきて、うん、この川から土屋くんが作っている田んぼだったりとか、うん、畑に水が流れていくので、うんうん、このキュウリたちとかお野菜たちにはこの磐梯山からのお水がたっぷり含まれている。そうなんだ。何も知らぬ山ではないのね。そうですね、今度は磐梯山。そうです、ね、何も知らない山の水も入っているかもしれないいいじゃない、もうその辺も同じ土地なんだからでもその水って大したことない水でしょやっぱ磐梯山って言いたいところはありますよね、はい、いいじゃない、同じ土よ、同じということで、うん、はい、素敵素敵。そういったところ、はい、見学させていただいて、うんうん、あの VTR を撮ってきたので、はいはい、じゃあ早速そちらの方を見てみましょうかね、はい、長丁場になるんですけれども、はい、お付き合いいただければと思いますので、ちょっとこれからイベントの料理の仕込みに入りますので、うん、退席させていただきます。はい、いってらっしゃい。はい、失礼いたします。では VTR お願いします。こんにちは、福島県下郷町出身のディレクター美穂香です。今日は猪苗代にやってきました。これからインタビュー動画を頑張って作っていきたいと思います。何よろしくお願いします。スマホかな握りしめ て先っぽだけ見えているのが、あの有名な磐梯山でございます。全部畑かな、田んぼ、会津伝統野菜、すごいきゅうり畑でございます。はい、それでは土屋君にインタビューを始めていきたいと思います。土屋君、簡単に自己紹介をお願いします。はい、福島県猪苗代町で、農家をしております土屋祐樹と申します。今日はよろしくお願いします。土屋さん、普段は、米作りをしながら、会津の伝統野菜、日本の在来の野菜などを育てたりしています。活動の、名前として農の場という形でやってるんですけども、農業の場所ということで、田んぼや畑、あとは周りの自然全般ですね。スタジオ説明する人がいなくなっちゃった。人がつながる場所づくりをしています。いいですね。その農業の場所で、農業体験だったりとか、ネイチャーガイドだったり、あの子どもたちの、その自然の中での遊びですね、うんうん、ワークショップだったり、そういったのも、活動したりしています。うーん、ワークショップの中ではどんなことをしているんですか。まあ、子どもたちにやるワークショップなんかだと、在来種の伝統野菜の種を使って、ブローチを作ったりとか、あとは、うんうん、土の絵の具ですね、絵の具、はい、土の具をつけて、絵の具なんかを使
作ってそれで絵を描いたりとか、そういう工業体験とかじゃない、そうなんですね、工業体験作れない、そういったところでできそうできそうできそうとか、会津の伝統野菜ってあるんだっていうのを知ってもらったりするきっかけにしています。会津の伝統野菜って何か味とか特徴があったりするんですか？あの湯巻きキュウリでいうと、まず皆さんがよく知ってるのがあの細いキュウリだと思うんですけども、今多分あの手元で見てらっしゃる方もいらっしゃると思うんですが、少し太めで、黄緑がかっているのが見た目で言うと特徴です、で中はあのどちらかというと果肉がしっかりしているキュウリです。で、まあ、キュウリの旨味というかそういったのが味わえるのが特徴です、土屋くんはその種を受け継いでまた改めて農業を始めたっていうこと、そうですね、長谷川純一さんという方がその湯巻きキュウリの種が保存されてたところから出してきて、湯巻きキュウリがそこで復活したわけです。でたまたま僕も長谷川純一さんと知り合ってそこでその種を譲ってもらって、今年で6年目ですか作って、なんとかこう種を引き継いでここまで作れてきてます。土屋くんの野菜はどういうところで買えるんですか？まあ、地元の直売所、道の駅だったりスーパーだったりとかにも出してはいるんですけど、あとは直接あの卸してるカフェだとか料理屋さんですね、そういったところにも使ってもらってます。大事にしてるのが大正時代のカップルみたいな、そういった料理屋さんとか使ってもらうことがあるんですけど、必ずうちの畑に来てもらってます、今日あのこうやって取り扱ってもらうにも美穂さんにも直接来てもらってるわけなんですけど、はい、最先端で皆さんの手元にも届いてるわけなんですけども、お楽しみに、はい、やっぱり話すと、はい、その種のことだったりとか、どういったところで、まあ、今日はあの磐梯山とかも見てもらってますけど、どういったところでこう育ってきてるのかっていうのが実感してもらえるのかなと思って、でそこでこう初めてその地に触れるというか、野菜がこうなってるんだっていうのをこう実感してもらえるんじゃないかなと、そういったところをこう大事にして、あの伝統野菜を作って、まあ、そこの場を作ることでじゃあ何をこう目指していきたいのかっていうか、どこにこう目的があるのかっていうと、今こう、まあ、都市部なんかそうだと思うんですけど、なかなかこう自然と触れ合える機会が少なかったり、まあ僕らの世代もそうですけど、野菜がどうなってるのっていう、分からなかったですね、形がどうなっててとか、どんな風に育っててっていうのを、なかなかこう今実感しづらい空気になって、もうおじいちゃんおばあちゃんも農業やめちゃったとか、でその下もお父さんお母さんの世代とかももう引き継いでないってなると、なかなか自然だけではなくて農業の場所、畑とか田んぼとかそういったところがこう身近にないんじゃないかな、そこをもっとこう身近に感じられる場をやっぱ提供するのがやっぱ農家としてできることなんじゃないかなって、はい、実際にそういったその何ですか、畑に行くだけではなくて周りの自然も含めてやっぱり田んぼ畑ってあるんで、その例えば川の水源水がどっから来てるのとか、そういった体験ツアーなんかもやったりしてますし、すごいな、やっぱり行くと子供だけではなくて大人もそうなんだって思うところがたくさんあるんで、そういったところを一つ一つがこう面白いところなんじゃないかなと思います。土屋くんの農園ではどれぐらいの種類の野菜を育てて、結構かかるね、野菜の種類で言うと愛が詰まってるからたっぷり詰まってますね、まあ、その中でもあのほとんどが在来種、まあ、伝統野菜でいうと5種類、はい、夜巻きゅうり、小菊かぼちゃ、あ、かわいい、あと会津丸ナス、香り枝豆、ひたちなって春先のあの、あ、甘い、知らない、大根の葉っぱだよ、2年前見た目ね、そのうちが伝統野菜作ってるっていうのを聞いた地元のおじいちゃんおばあちゃんがあのうちでもずっと作ってるのあるよって言ってくれて分けてくれたのがあるんですよ、お、はい、あの笹揚げって、まあ、インゲンみたいなものなんですけど、笹揚げね、あるある、その、まあ、ゼブラ模様というか、そういったおじいちゃんおばあちゃんが気づいてうちに種をくれなくとそこで途絶えてた可能性があるんですよね、あ、はい、なるほど、多分会津だけではなくて、全国にも多分そういった種とかはたくさんあるはずで、で今回の笹揚げもそうですけど、
まあ、うまいんですよ、うん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 、うまいのが消えてくのはやっぱもったいないなと思って。そうですね、なんかそういうところも、まあ、農業の楽しさでもあり、うん、なんか、ね、その地域だからこそあるものなんじゃないかなと思います。うん、農業一本で働いていこうっていうのってすごく勇気がいることだと思うんですけど、うん、きっかけってあったんですか？と、まあ、農業を始めたきっかけっていうのが、まあ、震災で、震災の時に、まあ、大学卒業で、うん、本当は東京で就職しようと思ったんですけど、うん、福島で何かできないかなと思って、まあ、無理やり戻ってきて、うん、最初2年間は復興関係のイベントだとか、まあ、放射能で外で遊べない子どもたちの外遊び支援だとか、まあ、そういったスタッフをやってたりしたんですけども、うん、そういうのをやってる中で福島にやっぱ地に足つけて根っこ張って生きていかなくちゃいけないなと思って、うん、その時にやっぱり農業じゃないかと、うん、自分で食べるものを作って、うん、それをそこで食べて生きていくことがやっぱりそこに根を張ってる、地に足ついてるっていうことの意味なんじゃないかなと思って、うん、まあ実家がもともと農家をやってたっていうのもあって、まあ、農業をやるようになりました。さらにもっと根を張って生きていこうと思った時に、うん、まあ、たまたまその会津伝統野菜っていうのを知って、うん、でやっぱ地のものを育ててこそ、それこそもっと根を深くしっかり生きていけるんじゃないかなと思ってやってます。その震災後に農業に携わるっていうのは、うん、すごく覚悟のいることだったと思うんですけれど、うんうん、ちょっとその辺についてちょっとお話を聞きたいんですけれど、まあ、自分勢いで戻ってきたっていうのもあるんですけど、やっぱり生きてく根本にはやっぱり食べ物が必要で、うん、で福島でももちろん生きてる人がいて、その人たちが食べる食べ物がそこにあるわけで、うん、でやっぱり生きる根本のところに自分はいたいなと思って、うん、でじゃあその根本に何があるかって言った時に、やっぱ自分で作物をしっかり育てて、それをしっかり周りの人に食べてもらって、食べてもらうことで命をつないで、伝統野菜はそれこそその福島のそれこそ江戸時代とかからずっと引き継いできてるもので、うんうん、もうある意味その福島で生きてる、会津で生きてる人の根付いてる証、うん、証拠なわけで、それの種が今現存しているのがその証拠であって、うん、でその過去から今現在でそれを食べてる自分たちがいて、それをまた未来で生きる人たちにつなぐのもやっぱり命をつなぐことの一つだと思ってて、うん、で自分たちって農家って種がないと何も作れないんですよ、うん、そもそもで震災の時で物流止まったりして、うん、種入ってこなかったら農家って何もしようがないわけですよ、うん、で、まあ、F1 種の種ってやっぱり種苗屋さんが作って物流で運んできて初めて自分たちに届くわけで、うん、こんないい話をされるとチャチャを入れられないんですよ、ね、自分たち種持ってなかったらどうすんの、ね、うん、専門的な話まで入ってきちゃってますからねその時に自分で種を持って、それが自分の命をつないでいけるっていうのがすごい大事なんじゃないかなと思って、はい、伝統野菜でやっぱりそういうところのいい力があるんじゃないかなと思います。では最後に土屋くんの今後の展望を聞かせていただいて、会場の皆さんにメッセージをお願いします。はい、と、まあ、もっといろんな方々に猪苗代、そしてこの田んぼ畑に遊びに来てもらいたいなと思いますし、うん、まあ、そういったのをこう広げられるような、うん、そういった事業展開をこれからもっとしていきたいなと思います、うん、で、まあ、会場の皆さんにもぜひこの猪苗代に田んぼに畑に遊びに来てもらえたらなと思いますし、うん、そこで美味しい野菜を作ってお待ちしております。ぜひ遊びに来てください。はい、それでは会場にお戻しします。急にはしゃいだな急に丸投げではしゃぎやがったなさあ、というわけで見ていただきましたけどもね、会津の伝統野菜を作っている農の場、
はい、の土屋さん、ね、ということで ね、お話をお伺いしましたけども、すごいもう山に対する愛もそうだし、ね、農業に対する愛もそうだし、うん、なんか共通する部分感じませんでした？もうあの農業漁業に置き換えて私もちょっと言葉もらおうかなと思って、ね、もういい言葉は全然 ね使っていただいて、うん、しかも VTR 中にあの土で絵の具っていうところで、あれそれで魚拓取れるんじゃないみたいな話もあったので、これから ね山と海のコラボレーションもあり得るかもしれない、ね、同じ県だし ねでも会津といわきって4日ぐらいかかるんだよね。いろいろ今手段あるから山2、3個超えるからね。大丈夫大丈夫、馬だと4日ぐらいかかるんですね。馬使わない、大丈夫大丈夫ですけどもね、はい、安心してください。ぜひともね、土屋さんにはスタジオに来ていただいて、ね、また詳しくね、お話を伺ってみたいですけども、はい、美穂ちゃんあれだな、うん、不思議発見の、うん、レポーターをお手本にしたらいいと思う、あの子は。そうね、うん、そうね、あれを見て V を作った方がいいかもね。しないですね。サクッと、さあどうぞね、はい、行きましょうけども、さあ次は、はい、どんどん行きましょう、はい、そしてですね、次は中継がつながってるということで、はい、どんどん行きましょう、はい、岩手県の久慈市からですね、地域おこし協力隊の田畑さんという方にちょっとね、スカイプ中継がつながるようなので、うん、つなげてみましょう。リップちゃんの隣マジだで、久慈市はなんだね、うん、広野町、広野町の隣町だ。あ、もしもし。おはようございます。あ、もしもし、おはようございます。田畑さんでしょうか。はい。よろしくお願いします。東北ワクワク情報局です。お願いします。よろしくお願いします。いや、いい青空ですね。すんごい晴れてる。あの、天気は33度、湿度は 20% です。おー、カラッとしてる。あ、嘘です。適当に言いました。おめでとうございます。この番組、あの、めちゃくちゃ真面目な番組なんで。本当ですか？そんなことないです。お願いします。正解です。正解です。はい。久慈市の地域おこし協力隊ということですので、はい、少し、まあ、自己紹介と活動内容などをお願いいたします。はい、岩手県久慈市地域おこし協力隊の田畑亮介です。はい、今、久慈市山根町、人口約300人程度の地域で、はい、コミュニティ集うカフェを開くことを目標に、今、山猫休憩所を仮オープンして、今日はイベントの日です。お、今まさにやってるんですね。会場ですね。はい、会場です。山猫、山猫休憩所、はい、休憩所です。ほう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 。そちらのイベントでは本日は何を行うんでしょうか？今日は、うん、山猫ライブということで、ほうほう、岩手県で活動してらっしゃるもう超有名な、うん、あのパフォーマーの方だとか、うん、クラシックギターの方を、お呼びして、ライブを開いてます。なるほど。はい、あ、じゃあもう今まさにやってるんですね。1時半からで今リハーサル、あ、今リハーサルの段階で、はい、なるほど。で、あとこちらにですね、田畑さんのちょっと紹介の用の表があるということなので、はい、はい、おうおうおお、地域の活力、プライドショーですか？はい、そうですね、はい、地域の活力の拠点かな、はい、県内外の交流の場へということで、これが僕がこの前あの盛岡で、皆さんに発表したちょっと内容になってるんですけど、はい、はい、これは鎌倉は作りました、地元の人と一緒に。あ、もうこれ口の雪で。はい、人生初めて鎌倉を作りました。え、そうなんですか。はい、あの三重県は雪は1年に1回しか降らないので。そっかそっか。ああ、なるほどね。テンション上がって作りました。いや、寒いでしょ、口の冬とかは。いや、寒い寒いですね。うん、あと何、はい、紹介していけばいいんですかね。はい、じゃあ次行きますか。はい、はい、次ください。はい。はい、今プロフィールが出てます。6月24日生まれです。今25歳になりました。お。はい、三重県津市出身で、はい、大学生まではサッカーをやってまして、ほうほう、今辞めて小学生のコーチしてます。お。お。お、集まれ集まれ集まれ。それは何、地域おこし協力隊としてコーチっていう形なんですか？はい、はい、愛知県で1年仕事して、うん、去年の4月地域おこし協力隊として着任しました。うんうんうん、それは、スポーツを教えることも地域おこしの仕事として？はい、あ、それはまあ、あの別で、それは個人的にやってるんですけど、はい、どうしてもあの実家でサッカーを教えてたんですけど、こっちでもサッカーを教えたいということで、こっちでも紹介していただいて、今。こんにちは。おー、はい、教えてます。ここが集まってきたと？はい。これは生徒さんですか？はい、そうです。うんうん。なんか食べてますね。
後ほど紹介する山根の名物軍配餅を一生懸命食べて、フライングですね。はい、次にお願いします。はい、はい、なんか数字がいっぱい、はい、はい、ですね、うん、今そっちはどういう状況なんだろう。もう全部出てますか。なんかね、数字が 55.7%、 はい、少子化とか、はい、人口もう少し減っちゃってるんですけど、今287の人口率で、高齢化率は 60%、 ほぼ 60% です。はい、山根町6号の里ということで 6つの里からできてまして、下徳鎖、上徳鎖、深田、日売内、細野、橋上、この6つで山根町ということにできてます。人口は今少ないんですが、僕のこのカフェのすぐ近くに山根温泉別品の湯というのがありまして、年間8万人ほどいつも来ていただいてる。すごいね。実は東北一アルカリ温泉です。あ、強いんだ。なるほど、はい、関東圏でも4番に入る。すごい。別品の湯って書いてありますね。ね、別品の湯、うん、知らんかった。4番4番1番ってどこ。1番は知らん。そうだね、1番を知る必要はない。別にね、はい、次お願いします。はい、はい、まあ、山の柱の一角としてということで、今あの水車祭りっていうのが橋上という地域で、はい、水車を回して豆腐作り、そば作りをしたり、うんうんうん、それこそ今やってる軍配餅を、はい、販売したりっていう、いいですね。毎月、はい、1日1回のお祭りがあるのと、うんうんうん、先ほど紹介した別品の湯が、約1人ほどで、うん、結構八戸仙台からも来ていただいてるんで、はいはいはい、でそれと自分のカフェと一緒に、うん、まあ、山根で滞在時間を増やして、うん、経済の活性化っていうのを目指して今活動をしてます。お、なるほど、うん、はい、次お願いします。はい、もうなんか協力隊の仕事の中身みたいになってるんですけど、いいですよ。はい、まあ、こんな感じでスタンプラリー開いて、こうイベントで各場所に来てもらったりとか、はい、まあ、ファンを作ろうということで、まあ、定期的に足を運んでもらう仕組みを作ったり、スライドがちょっとずれたかな、もしかしたら、こっち、はい、あ、番組の方がね、ちょっとフライングしてるかもしれない。あ、フライングしてますか。こっちがね、こっちが、こっち側が、はい、結構あのアルカリ温泉、うんうん、実は東北一なんだよって知らない人がたくさんいて、はいはい、あ、そうですね、はい、もったいないなっていうことだったので、うんうん、しっかり宣伝して、まあ、実はっていう部分も知っていただいたり、はい、まあ、いろんな方に携わっている方が見える形で紹介したりということで、地域の活性化を目指していました。はい、はい、お願いします。はい、次は、うん、町外、市外の方に向けては、まあ、山根の特徴を生かしたものを、せっかくなので、山菜、山根は山菜たくさん取れるので、はい、あの山菜を生かしたりした、何かイベントを開けたらいいなと思ってました。はい、はい、次お願いします。はい、こんな感じで、去年行ったのはイワナのつかみ取り小学生のキャンプとして実施しました。つかめた。それこそこの見えますか、この川があるんですけど、はいはい、あ、本当だ、はい、見えますよ。はい、この目の前にあのイワナとヤマメが100匹ぐらいいます。いいなー、すごい、はい、じゃあ相当綺麗なんですね、水。めちゃくちゃ綺麗、昨日も飛び込んでました、僕は。よし、子供たち捕まえてこい。あの、捕まえました、6匹、7匹ぐらい。すごいすごい。タモで捕まえてました、タモで。おー。はい。ズルだ、ズルした。ズルした。つかみ取りもできるんですね、じゃあ。はい、つかみ取りも、キャンプの時はやってました。はい。で、潮の道ウォーキングって、あの、うん、野田、っていう町から、うんうん、盛岡まで昔塩を運んだっていうことで、はい、歴史がある塩の道っていうのがあるんですけど、うんうんうん、それをこう皆さんで歩こうっていうのを行ったりとか、うん、まあ、ピザ焼き体験っていうのをやりました。はい、で、まあ、これからやっていこうと思うのが、うん、地元の方で着物の着付けなどをやってらっしゃる方がいらっしゃるので、はい、まあ、着物を着てもらって山根の町を歩いたらすごいいいかなと思ったり、うんうん、
ったり、星空はもうめちゃくちゃ綺麗なので、はい、もう街灯がないので本当にそこら辺と比べようにならないぐらい綺麗で、うんうんうん、はい、うわ、ありがとうございます。どうした？どうした？取り合わせで、はい、ありがとうございます。何何？プロポーズされた？引退引退？何があったの？されました。はい。花束？ありがとうございます。何が起きたんですか？はい。何もあった。まあコーヒーは自分が。まだね、情報が多すぎてちょっとよく分かってない。早すぎますか？いや、それいいですよ。うん、はい、天下一武道会っていうのは、僕はあのサッカーやってて、はい、結構全国で、3対3のちっちゃいコートでやるサッカーっていうのがたまにやってて、あの、はい、それを天下一武道会っていうんですけど。あ、なるほどね。はい、そういうのをちょっとここで自分で芝生のコート作ってできればなと思ってました。はい、はい、これ長くないですか？大丈夫ですか？これちょっと巻き目でお願いします。あ、はい、地場産品プチビジネスまで飛ばしてもらっていいですか？地場産品プチビジネスというのがあるんですね。はい、お、来ました来ました。はい、はいはい、山根で採れる、キノコ、タモギダケ、花びらダケ、ヒラダケってすごい本当に和歌山では幸せ呼ぶし、黄色いキノコと呼ばれているものがちゃんじゃかちゃんじゃか取れるので、うんうん、はい、そういうのをまあ販売して、地元の活性化につなげていけばなと思ってました。はい、一番最後お願いします。はい、まあ、こんな感じで4つで、地元の方がまた活動することによって魅力を再発見できて、うん、もらったらなというふうに思ってますということと、うん、やっぱりもう少し危機感っていうのを、まあ、僕が言う立場ではないかもしれないですけど持っていろんなところに活動してほしいなっていう思うのと、うんうん、やっぱりここの地域でいる以上山根でしかできないことでやっていくことが一番最重要だと思ってるので、うん、それこそ人であったり物であったり、皆さんの力を借りて山根でしかできないことで地域を盛り上げていけたらなと思ってます。はい、はい、はい、すいません長くなりました。いやありがとうございます。丁寧にできるんです。そしてその花束は何だったんでしょうか？これ多分オープン記念です。あ、なるほど、お祝いみたいな感じで。はい、いただきました。ほうほう、あ、軍配餅だ。軍配餅がね、うん、あのこちらにもスタジオに届いたみたいなんで、はい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 、ちょっといただいてみたいと思います。一口、はい、いただきます。大きい、うん、いただきます。あ、なんだこれ。味噌ですか？味噌が香ばしい、うん、すごい香ばしい。どうですか？私が知っている味噌餅じゃない。うん、ちょっと違う、うん、はい、ね、くるみ？くるみ？くるみです。はい、くるみをやって、くるみの餅だ。うん、そうです。あの、うん、甘じょっぱいじゃないですけど甘い、うん、はい、本当に美味しいで、軍配餅っていうのが軍配の形。そうだね、広い形のね。はい、軍配の形を意識して作ったもので。なるほど。はい。あ、いいですか？うん、俺も食べます。食べて食べて、はい、食べ慣れてるんで、はい、後で食べてください。はい、僕何個食ってもこれ美味しいんですよ。そうです ね、 何個食べてもいいですね。お酒のつまみにもいいかもしれない、はい、すいません、丁寧にありがとうございます。田村さん、じゃあこれからもぜひ盛り上げてってくださいね。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。スカイプゲストはですね、岩手県久慈市の地域おこし協力隊の田畑亮介さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、さあ、ここで一旦ちょっとお知らせを挟みます。どうぞ。いけるかな。町には松庵寺があります。松庵寺にはテラフェス松庵寺共同祭りがあります。そして三種町では大体どこでも太鼓が叩けます。はいはい。三種町は空気も美味しくて食べ物も美味しいところです。皆さん三種町に来てくださいね。はい、マイク返します。人参かよ。はい、馬肉のステーキなんですよ。
三種町、馬肉いっぱい食べれるんです。いろんなメニューあるんですけど、そこで一番のおすすめは桜肉ステーキ、この馬肉のステーキなんですね。私の夫が牧場をやってまして、和牛と、大間さんのを飼育してくれてます。味は絶対自信あります。そうだな、この間最近で、大泉洋さんが絶賛してくれて宅急便で注文してくれました。食べに来てください。お待ちしてます。食べに来てね。こんばんは。お知らせをございました。これ後半戦です。よろしくお願いします。提供は秋田県三種町人材育成の株式会社キャン、インターネット放送 C ウェーブ千住スタジオから放送してお送りしております。はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ何でもですね、ちょっと今日もう、ボリュームがちょっと多すぎるということで、ね、急遽10分延長して、拡大バージョンということで、はい、夏だしスペシャルでやるぞ。イエーイ、10分貴重です。ありがとうございます。すいません、押しちゃって。リップさん、はい、お盆はどこに行きましたか？そっから始まるのね。でも夏の思い出ね、 D たちもね、いろいろ活動されてるので ね、はい、それもおのおのの活動日記でね、はい、やりましょう、やりましょう。はい、さあさあどんどん行きましょう。はい、この番組はですね、秋田県三種町の、スポンサーでやらせていただいておりますので、はい、これからの時間はですね、三種町を紹介する三種の時間です。よろしくお願いしま す。さあ今日はどこからでしょうか。さあ中継がつながらない。なるほど、今中継がつながらないということなので、はい、はい。さあということで、リプさん、お盆はどうするのか。どうしてもね。でもね、私も夏らしいことできないかなと思ったんですけど、はいはい、たまたま友人の結婚披露パーティーみたいなのが長野県であったので、ちょっとしたこうプチ旅行みたいなのができました。はい、以上です。ありがとうございます。はい、僕はあの一応昨日まで、岩手と宮城と。あ、奥さんのふるさととね、まずは、上さんのね、岩手県遠野市の方、うん、でその足で仙台に行って、うん、降りて、でまた今日ね帰ってきたんですけど、あ、そう、帰ってきたばかり。あ、つながったの。ごめん、今ねお盆のエピソードトークしてるからつないであげようよ。すいません、すいません、スポンサーだし。さあ、秋田県に住みますディレクターの湯沢 D です。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今日はどちらからの中継でしょうか。今日はですね、はい、ソーザブロヌ沼公園からの中継です。何沼公園？ソーザブロ沼公園です、ね。ソーザブロ沼公園？ほう。ソーザブロ沼公園からです。ほうほうほう。なんでそちらからなんかやってみたいですか？今日はですね、森竹温泉祭りっていうお祭りが、ほう、ここであるんですよ。森竹温泉夏祭り。はい。なのでこういう風にちょっと結構盛り上がっています。あ、すごいね、人すごいね。え、そこはの方います。そこは三種町なの？そうです、三種町ですね。森竹温泉っていう温泉があるんだ。はい、もう近くにあるんですけど、ここがもう純菜が有名な森竹地区っていうところですね。で、今日はそちらで行われる夏祭り。そうなんですよ、それで今日流し純菜っていうのがやってたので、お伝えしようと思ったんですけど、はいはい、5分ぐらい前に終わってしまった。あらららら ら、 ら、ちょうど終わったとこだったの。ちょうど終わったとこだった。ごめんね、今日ちょっと中継がね長引いちゃって、ごめんなさい、ね、遅れてしまったので、ユーザー流れる、ね、そのちょっと様子を画像を、あの送ったので、はい、ああ見れますかね。あ、急遽来る、来ない、そうだ、ごめん、間に合ってないそうです。じゃあちょっとユーザーそこのさ、純菜が滑ったところをちょっとユーザー流れてみれることはできないかな。ちょっとそれは厳しいですね。出ましたよ、無茶ぶりが。 あ、でも本当にあの流しそうめんみたいにそのそ、ね、半分の半円のところをつるっと滑らせる。そうなんですよ、それが流し純菜で。純菜ってつるつるしてるじゃん。そう、流したかったんですけどね。すごい ぬめるじゃない。箸で取るの？そう、全然つかめないんですよ。いやいや、ダメでしょ。楽しみはどこにあるんだよ、それ。あの、ポン酢で食べるの？え？ポン酢で食べる？そうです、ポン酢が用意されてて、器に入れて食べるんです。いいね。なるほどね。
あの秋お玉とかの方がねいいんだろうけどね。ね、そう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 。お箸は難しそう、なかなか。そうですね、なかなか取れないですね。まあ、それも含めてね、ちょっと楽しみというかエンタメですかね。そうです、そういうことです。うん、その森岳温泉夏祭りって毎年やってるんですか？毎年やってるお祭りなんですけど、はい、ちょっとここで温泉夏祭りについて説明したいと思います。うん、はい。はい、あの画像出せますでしょうか。画像が出るでしょうか。これ出るかな。事前にあるやつかな。ちょっと待ってね。はい、今出します。はい、まあちょっと先に説明しますと、うん、はい、ポスター出てます。はい。はい、森岳温泉夏祭りは今年で65回目を迎える。65回目なの？はい。すごい。先ほどやった流し純菜や。はいはい。はい、これからもう13時から純菜温度っていう温度をやります。純菜温度。で、まあ、8時からは花火の打ち上げなどの催し物があります。うんうんうん、で、またこれがすごいのがですね、はいはい、毎年豪華なアーティストを呼んでの無料野外ライブっていうのをやります。無料、はい、で、今年はですね、はい、人気のアニメ、はい、スラムダンクの、はい、エンディングテーマの世界が終わるまではでおなじみの、はい、あのワンズのボーカルの上杉翔さんが、いらっしゃる。おお、そうなん。スラムダンクのエンディングテーマ世界が終わるまでで有名なワンズあ、わかりました。あ、ドラゴンボール Z のエンディングテーママシンガン、なんか錆びたマシンガンでこの世界をぶっ放そうみたいなやつ。そっちの方がちょっとごめんなさいごめんなさい、マニアじゃない、マニアのすんげー知ってるやつそう、すごい。それで、はい、あのいつも以上に人がいらっしゃるということなので、はいはい、すごいな、ワンズの上杉さん生で見れちゃうんだ。すごいね。そう、なかなかこういう機会はないと思いますので、距離感も近いし、うん、はい、それで盛り上がると思いますので、純粋温度も生歌披露もあるんですけど、ね、メインはそんな感じです。それは、夜なんだね。そうですね、夜に、うん、はい、行われます。その後に最後に花火の打ち上げがあるということだ。そういうことです。お、結構ね、そのライブもそうですけど吹奏楽の演奏があったり太鼓があったりとか、結構音にまつわること多いですね、イベントね。さすがにそうですね、うん、まあ、太鼓もやりますし吹奏楽もやるので、うん、楽しそう。結構、はい、いろんなお祭りがあります、うん、ほうほうほう。よさこいもあったりとかね。よさこいもあったりね、レディースなんでタイムスケジュールのとこに流し、はい、あった、流し純菜、流し純菜も、計4回ありますね。4回流してくれんの？ 4 回あったのに間に合わなかった。間に合わなかったの、そのうちの1回ね。くっそー、押しちゃったからね。チャンスはいっぱいあったのにな。そうね。ほじゃ、あの放送後期とかで流せたら、ね、その、そうですね、流したいと思います。模様もぜひ。こちらではちょっと似顔絵のコーナー。はいはい。あ、似顔絵師の方も来てらっしゃるの？え、似顔絵師の方いらっしゃるの？前もなんかのさ、無料で書いてくださる。前の、前もなんか、お祭りにいた方だよね。あ、そうです、はい、うん、去年も引き続き来てくださって、同じ方なんだ、うん、もしかしたらなんか紹介した覚えが。おお、今どうです、ざっと見てお客さんの入りというか、うん、お客さんですか、うん、はい、まだそんなに入ってないんですけど、うん、まだ、でも結構すごい、たくさんいるの見た。コンサートが近づくにつれて、うんうん、多分、まあ、そうだね、入ってくると思います、ね、うんうん、どんどん夜に向けてって感じなのかな、うん、はい、そういう感じです。周りにたくさんテントがあるみたいですけど、出店出てるのかな、いろいろ。あ、出店もですね。おお、おお、どうしたどうした、走ってるんだ、走ってるんだあの急いでくれるのはありがたいな、なんか放送事故みたいになってるぞ風の音でね、ユザの声が今一個も聞こえなかったの。走ってくれた、はい、ありがとうございます。 あ、すごいすごい、こうなってるんだ。おお、はい、わ、すごい、急にお祭り感、ね、あ、急にお祭り、うん、いろんな出店出てるんですね、じゃあ。そうですね、いろんな出店出てますよ、うんうん、なんか特徴的なものあります？そうですね、うん、三種巻きが、うん、去年に引き続き、うん、三種巻き、三種巻きっていうのがですね、こちらでね、はい、引き続き出てます。おーい、あ、あ、なんか思い出した。うん。あ、大きいのかな。今ちょっと休憩中だそう。休憩中。なんだっけ、それ何巻いてんだっけ。え？何を巻いてんだっけそれ。
三種巻きはですね、あの白神アワビだけを、そうだよね、キノコですね、はい、国産ブランド豚でこう巻いて塩コショウを入れて、あ、そうだ、豚だ、そうです、うんうんうん、いまだにユザがこっちに持ってきてくれないやつ、そうそうそう、待ってるんだけど、ずっとな、河合農場のお肉、ブランド豚、おー、あの有名な河合農場さんらしいですねすいません、存じ上げなかった今ライブでやってるんですよ、生中継で、はい、あれか、あそこの北千住のあの、そうです、北千住のやつです、あ、別に食レポするわけではないのね、そういう感じでいいですかね、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあなんかその、森立温泉夏祭り三種町からお送りしました、はい、はい、ありがとうございます、暑いけど頑張ってね、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、三種の時間、湯沢 D でした、どうもありがとうございました、ありがとうございました、7月のサンドクラフトのお祭りね、うんうん、あったね、まあ放送後期でちょっとそこだけの切り取った映像が YouTube にあるらしいんで、今回のお祭りもおっしゃるね、もしかしたらね、 YouTube にあるんだ、 YouTube に上がるかもしれませんので、そちらの方もお楽しみください、はい、さあさあどんどん行きましょう、はい、まだまだね中継がつながるという、はい、なので最後の中継ね、次が秋田県大仙市の地域おこし協力隊の皆さんにいいですね、ちょっとお電話をスカイプをつなげるということですので、はい、ちょっと見てみましょう、東北の夏は暑いから、ね、あのいろんな意味で、こっちのスタジオも暑いぞ今お祭りたくさんあるしね、この時期全部回りたいんだけどな、もし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 、おハモってる、大仙市の地域おこし協力隊の皆さんでしょうか、はい、そうです、大仙市地域おこし協力隊の3人です、宇宙人、はい、ありがとうございます、宇宙人、ちょっと映像がこっち来てないけど、こっちのあれかな、ちょっと待ってくださいね、あー来ました来ました、大丈夫ですか、出てます、あ、来ております、大丈夫です、あ、見えてます、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、じゃあ皆さん軽く自己紹介をよろしくお願いいたします、はい、じゃあ私から、大仙市地域おこし協力隊の小川です、はい、よろしくお願いします、大仙市地域おこし協力隊の加納です、はい、加納さん、はい、よろしくお願いします、伊藤です、よろしくお願いします、いわゆるあれですね、うん、ドリカム編成ってそうね、伝わらねえかな、これ誰かが脱退することになるんだけどねはいそれですね、皆さんの活動内容などをちょっと紹介していただきたいんですが、はい、皆さんはどんなことをされていますか、はい、聞こえてるかな、大仙市地域おこし協力隊は、はい、大仙市の魅力情報をSNS、うん、Facebook とかですね、はい、で発信したりとか、うん、YouTube で動画を配信したりとか、はい、あとこう各地域で、いろんなワークショップだったりとか、うん、移住者の方に向けてのイベントだったりを企画して応援したりしています、はい、はい、ちなみにですが今、いらっしゃる場所はどこですか、ですね、今大仙市の中の大曲という地域にある花火の資料館、花火アムという場所に、おう、花火アム、なるほど、うん、お、いただいてます、大曲といえばやっぱり花火が有名ですね、花火有名ですもんね、そうなんですよ、ちょっと後ろにね、もうすでに後ろの謎の職員の方 X がポスターを持ってくれてますけど、あ、ちらっとものすごいね、はい、解像度のいいカメラなら個人情報ダダ漏れのやつが今、はい、ちょうどぼやけてて見えないです、大丈夫です、大丈夫です、あの今月の末、8月31日にあるということなんですけども、はい、はい、はい、この大曲の花火の方の説明はこちらの職員さんが一応詳しくて、あの、していただければですね、はい、はい、はい、突如出演することになりました花火屋の職員の説明をします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、8月31日に、はい、当時で行われます大曲の花火、はい、まあ、日本三大花火とも言われることがある花火会大会となっております、そうですね、はい、各1万8000発もの花火が夜空を彩りますので、はい、たくさんの方々のお越しをお待ちいたしております、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます、すごいな、やっぱり大曲の花火はね有名ですから ね、もう毎年必ずニュースでやるのはもう風物詩という感じ、すごい人なんですけど毎年、あのまだい、はい、交通手段なんかは何がベストだと思いますか？交通、お願いします、交通手段、
何がベストだと思いますか？生き方ですね。ですね、はい、一番ベストな生き方は朝早い段階に行ってこちらで一泊していくのがベストなんじゃないのかなと思います。あ、なるほど。当日に帰るとなると、はい、結構の県内の方でもあのお家に帰るのに5時間以上かかったりするらしい。帰れないんだ。なるほど。まず一泊するのがベストかなと。はぁ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 。そこは電車で行ける場所なんですか、それとも車で行くような場所ですか？ JR の大間駅っていうところから、はいはい、徒歩ですと35分かもちょっと、まあまあ、ね、まあまあですね。県外から来る場合シャトルバスとかも あります。ああ、そうですか。うん、でプラス混雑とかを考えるとやっぱりね、前泊と後泊考えた方がいいかもしれないですね。余裕を持っての来方が一番いいのかなと思います。なるほどなるほど。その方がどんどんお金が落ちますからね。大事ですよ。ねはい、もういいです。この都会の人間から金をね、うん、絞り取ってだけで、ね、言い方言い方でも上手にね、観光されてて大曲り有名ですから、うん、はい、店街とかもいろんなお店があって、うん、そういうのも楽しいかなと思うので。本当にユニットみたいになってる。今日皆さんのあの、はい、プロフィールが今、はい、映ってますけど、今プロフィールなんですね。はい、スライドスライドがスライド映ってます。はい、なんかね、3人の座り方がパフュームみたいな。ねえ、ちょっと全身的な素敵だと思います。今後も何かその大仙市とかもお祭りあったりするんですか？そうですね、あの大曲の花火が行われる際に、その開催1週間前から花火ウィークというのがあるんですね。はい、で、まあ、この1週間の間、大曲の花火商店街の方で、はい、いろんなあのイベントごとが行われるんですよ。はい、その中での来週25日ですかね、大曲の花火の商店街の方で、いろんな県内の方、県内の方からいろんな方たちが来て、大きな行事の方が行われます。うん、まあ、花火だったり、うん、確か生ハゲ太鼓だったりもあったりしますね。もう事前に花火 もう打ち上げる企画があるんですね。なんですよ。大仙市何よりも魅力っていうのが、毎月花火が上がる街で。毎月花火、そうなんですか？こう見てる、そうなんですよ。知らなかった。自分も毎月花火が上がる街っていう言葉に惹かれて大仙市に移住してきたんですけども。それは真冬でも、真冬でもです。あります。知らなかった。知らなかったね。でもその毎月っていうのも正直、はい、あのまだ小さくてね、うん、本当にこっち住んでから分かったんですけど、はい、毎月以上に花火上がります。あ、そうなんだ。もう毎週やっちゃおう。ねえ、毎週毎週行こう。すごいね、知らなかったです、うん。ぜひぜひ。今スタジオでもう一つポスターが映ってます。9月の14、14、15、音楽フェスですね。野外フェス、うん、9月の14、15日に、はい、あの秋田県の方出身のアーティスト高橋優さんが、うん、大仙市の方でキャラバンフェスというキャラバンミュージックフェスというのをやります。今回は4回目になるんですけど、はい、以前が仙北市さんの方でやったんですが、今回4回目大仙市で、共和地域という場所で行われます。なるほど、場所が変わるんだね。ぜひこちらもあの来ていただきたいなと思うので、はい、させていただきました。詳しくはホームページでご覧ください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではこれからもですね、あの YouTube とかもされてるということなので、はい、どん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 ね、大仙市の魅力を発信していっていただきたいところですけども、はい、YouTube で大仙市地域おこし協力隊で検索していただけると思いますので、地域おこし協力隊で出てくるんですね。ぜひ、はい、よろしくお願いします。こちらの方でも紹介してみたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今後とも頑張ってください。失礼いたします。はい、スカイプゲストは大仙市の地域おこし協力隊の小川さん、はい、加納さん、伊藤さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、やっと、はい、なんとかね、はい、やりましたけど、まだまだ最後ね、延長戦、延長戦ですのでね、はい、もう一つお知らせがありますね、はい、次回のね、はい、9月の、はい、ワクワク情報局が9月15日ということで、はい、来月のゲストの方がね、福島県白河市出身の書道家の根本美希さんっていう方、うん、はい、なんとね、やばい、うん、あれプロフィールどこ行った、あれあれ、あ、待ってくれ。なんかね、あの今日、はい、見学に来られてね、ちょっとまだ出すのはもったいないということで、もったいない、もったいない、そんな、もったいないよ。あと何でも、ディレクターの方からまたお知らせがあるということで呼びましょう、うん、はい、じゃあゆかちゃんどうぞ。お願いします。。じゃん。お？じゃん。え？
俺11月だって。ちょっとおい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 、自分で言わないと。おいおい違う、 11月だね。なんとリップさんが今月誕生日ということで2日前あって、またす、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。時間がないので歌は割愛します。ありがとうございます。スッといった、めっちゃ早いんでしょ。ありがとうございます。巻でお届けしております。ありがとうございます。ちゃんと入ってるね、こんな押し押しなのにこんな身内のね。ありがとうございます。頑張れます、はい、もう18回目の20歳を迎えまして、私もまだまだ20歳やっていきますのでよろしくお願いいたします。ダブルスコア20歳まで頑張ってくださいね。頑張りましょう。ありがとうございます。美味しくいただきます、後でね、はい、後で責任を持ってね、あの顔面ケーキやりますので。やだー、ね、もったいない、はい、ありがとうございます。はい、ゆかちゃんせっかくなんで、はい、なんお知らせがね、来月なんですけど、はい、さっきもちょっと言っていただいて、はいはい、根本さんというすごいもうお綺麗な、はい、福島県白河市出身の書道家さんが来てくださいます、はい。もう今もね、すごい書道パフォーマンスしてるんですよ、うん、スタジオで。すごいの、もう墨汁すごいの、スタジオ中ですけど、びっちゃびちゃ、もうすごい。ちょっとね、あの今出し惜しみをするという形で、来月ね、来月だから、はい、早い早い、うん、もう1ヶ月前の前乗りをしてくれていますからね、はい、ありがたいですね。根本さんっていう方なんですけども、はい、あの福島県出身で2015年に上京されて、うん、で書を通じて人と笑顔のつながりを作りたいということで活動されております、うん、もうすごいお話も多分上手な方なので多分上手な、ハードル上げましたね。ちょっと焦っていられない。来月我々喋りませんのでお任せします。ね、本当に素敵な方なので楽しみ、はい、ぜひお楽しみにということで、うん、はい、よろしくお願いします。はい、はいはい、というわけでですね、うん、もうあっという間の1時間延長10分、あ、はい、残り5分になりました。増えてくれた。あれ、じゃあケーキ食べられる。ケーキ食べました。キュウリディップして食べましょう。あ、キュウリね、ディップして、ありがとうございます。イベントの方がちょっと来月は東北のイベントに限らないで、うん、手まりのイベントを、うん、あの古民家の方で行います、うん、で毎年あの、あ、そうなんです、今つけている、うん、りんごちゃんもつけてくれて、つけてくれている、ありがとうございます。リップさんもつけてくれています。そうなんです、で、あの、あ、後で、あの毎年秋は千住が面白いっていう足立区のイベントがありまして、去年も実はあの、うん、秋田県の由利本荘市から手まりの先生をお招きして、うん、手まりのイベントをやりました。で今年も、そうね、今年はちょっとお招きすることはできないんですけど、うんうん、みんなでチクチクワークショップという形でやりたいと思います、うん、秋は千住が面白い、はい、確かに秋以外はそうでもないですからね。そういう意味じゃない。そういうことじゃない。そういうことじゃないのよ。で詳細はあの千住手まり工房の SNS、うん、Facebook とかインスタとかをやってますので、はい、そちらで流したいと思います。ちょっと待って、主役がケーキを切り分けるってどういうことですか。もう袖に袖に入れさ、スタッフとかに渡して切ってもらうとかじゃないですか。いいの、いいの、手作り感がいいの、この番組は。急遽5分延長したからって急に雑になってないですか。ね、でも手まりもさ、ゆかちんが相当もう作ってるでしょ。そうなんですよ、ね、結構作ってあります ね、もう師匠いらず、師匠いらず、そんなことはないです、そんなことはないです。もう、もう免許改伝、免許改伝。もう何回目、3回は来ていただいたので、ね、そこと、あと個人的にお盆とかも、うん、あの先生のとこに行って習ったり、おしゃべりしたり、おしゃべりしたり、おしゃべってるんですよ。実は10月 の、うん、あの19日から21日も、うん、秋田県の由利本荘市で全国御殿まりコンクールっていうのがありまして、うん、まだ詳細はちょっと出てないんですけど、うんうん、募集もそろそろ始まるので、いい、ね、また告知させていただきます。今年もやってきましたね、はい、できれば中継もしたいなと思って、うんうん、ぜひぜひ、はい、10月かぶってるので、はい、うんうんうん、来月は別に、特に食のイベントとかはまだ、ね、今回はね、はい、まだあれしてない、うんうん、まあ、もしかしたらないか、あ、書のイベントでもやりますか、そしたらやっていただきたいです、ね、初かもしれない、いいかもしれないですね、うんうん、その芸術的な、うん、え、食べるえ、じゃあ何のために今え、切ってみたけど、ただ単に著書を人だけみたいな、お、ちょうどエンディングです。すいません、なんか、ありがとうございます。これが何でも、八戸の一が、多分違う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 、多分違う、あの、秋面白くなる千住のケーキです。いただきます。ありがとうございます。最後にね、美味しく食べよう。おめでとうございます。うん、はい、おめでとう。元気に年取っていきたいと思います。2日ぐらい前にね、うん、はい、3日ぐらい前に Facebook でも、うん、アピールがあざとかったですからね。大騒ぎしてるんだよ、毎年前日から、うん、あと何分で誕生日みたいな、ね、くだらないの、もうリップさんか西田ひかるかぐらいですからね。
同じ誕生日だから恥ずかしい。え、そうなの？そう。え、そうなの？知らないの？知らなかった、知らなかった。8月16日、西田ひかるさんもマドンナも同じ誕生日なの。ほら、やっぱ誕生日会といえば西田ひかるさん、先輩特許みたいなところがあるんですね。8月16日、一緒なのよ。一緒だったんだ、一緒なのよ。その時期の女っていうのは、やっぱアピールがすごいですね。ちょっと熱いですね。熱苦しいですね。美味しい、ありがとうございます。はい。じゃあ毎年お祝いできるようにね。ね、頑張りましょう。ありがとうございます。さあ、もう残り1分ということなんですね。はい、改めまして、来月は9月15日、はい、日曜日12時から13時の生配信となっておりますので、はい、そちらもよろしくお願いいたします。はい、ゲストはですね、福島県白河市出身の書道家根本美希さん。ね、はい、パフォーマンスもあるかもしれませんので、はい、そちらの方もお楽しみください。はい、さあ、本日急遽ですね、リップさんのお誕生日のために15分延長ということで、ちょっと感じ悪い。めでたい。ありがとうございます。誕生日プレゼントです。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきます。はい、お付き合いのほどありがとうございました。はい、ではまた来月よろしくお願いいたします。バイバーイ。